ああ、豪気ね。いや、叩かれるとは思うんだけどね。使いたいなとは本当に思う。いや、勝てんのかな。歩きの速さはマジです。速かった。歩き速い。体力は9000。体力は9000です。懸念点は、まあ、体力、火力。このゲームで上位にいるキャラって何かしらその他のキャラに持ってない、明らかにこのキャラだけが特性として抜けてますよねっていうものがあるキャラだと思うんですよ。それが豪気の場合は何なんだろうなと思いました。歩きの速さ、歩きの速さがそれになるのかな。歩きの速さって、まあ、キンバリーの SA3 の方が速いというのは認識したんですけど、キャミーの歩きの方が速いのこのゲーム。俺チュンリー最初速くだと思ってたわ。ちょっと待って、これ見てみよう。キャミーってそんなに速いの。とかキャミー強くね。キャミーの歩きの速さ 0.0505。 チュンリーは、あ、本当だ、キャミーの方がちょっと速いんだ。はあ、そりゃきついわけだわ、マジで。早いし長いし。そうだったんだ。じゃあキャミーでやればよかったね。まあ、キャミーはそのドライブラッシュ、生ドライブラッシュが弱いとか、あの波動拳弾がないとかで、そういうシステムの恩恵を得れない分、通常技とかが強くされてるんだよね。あとはキャノンストライクとかで、しかも弾抜けも持ってたから、で今回というか次回多分弾抜け弱くなるから、そこがちょっと効いてきそうだよね。そうだったんだね。歩きが速くて、だ剣だったら、剣の強いなと思うポイントは運び能力ですね。ちょっとぶっ壊れだなと思うのは。でチュンリーは、まあ、SA2 と火力。チュンリーがね、スピード&パワーですね。でキャミーは、キャミーはどっちかって言ってもスピード寄りかな。ゴーキはパワーがどんだけあるかどうかがまだ分かんないので、そこですかね。まあ22日を待ってからですかね。でもその前に一応来週、ベルギーの大会に出るつもりでいるので、まあ、まだチケットが送られてきてなくてちょっと焦ってるんですが、一応行く体でいる。ラスト剣なので、剣も今やっております。豪気はね、連続技で、あ、春極殺連続技で使えてましたね。ただ霊電の豪気であった春極殺って何でもキャンセルできたんですよ。本来キャンセル不能技とかであっても、あの春極殺でキャンセルできたりしたんだけど、今回は、キャンセル可能技がヒットした時のみ多分キャンセル可能になってたと思います。ガードされた時もできるのかな。だから、ね、立ち台パンチ豪気、剣の立ち台パンチみたいにキャンセルかかってリーチ長いんだけど、それをヒット確認して春極殺とかも、できたと思います。